よいしょ。はい、こんにちは。NVS の斉藤と申します。こちら種子島宇宙センターの竹崎官房台というところからの中継となっております。見ての通り、まあ引きましょう。まず引いてみますと、天気の方はおおむね晴れですね。ちょっと、もやというか、霞がかかっている感じがありますが、上空を含めておおむね晴れになっております。広い画面の方でいくと、奥に見えるのが、発射台の地点になりまして、この展望台の手前側が砂浜になってまして、横をパンするとこういうふうに綺麗な海が広がっているという場所になってます。はい、空の方も、まあほとんど青空と言って大丈夫でしょう。とても良い天気に恵まれました。はい、今日打ち上げる、ロケットはですね、H2A24 号機、乗ってる衛星は第1、2号という、陸域を観測する衛星なんですけれども、これが、12時5分、14秒となってますので、あと、まあ、おおよそ1時間後に打ち上がることになります。はい、カウントダウンクロックも、動き始めておりまして、よいしょ。こういう感じで、残り打ち上げまであと1時間2分22秒というところです。はい、よいしょ。まだ報道陣の方はあまり来ておらず、そろそろ集まり始めるというところです。はい、じゃあ H2A のアップになります。と、黒い部分が、ロケットの1段目と2段目の間なんですけれども、そこの間から、蒸気がもくもくと出ているのがわかるかなと思います。これは燃料が液体水素と液体酸素という極低温の、燃料を使ってますので、蒸発する分が常にあります。その寒い蒸気というか、気体に触れられて、水蒸気とかが発生している状況です。はい、ということで、ここからちょっと簡単に、今回打ち上がる衛星とかロケットについてまた、パワーポイントで簡単に紹介したいと思います。打ち上げまでまだ時間が若干ありますので、今日はゆっくりめに行きます。はい、聞こえるかな。はい、ということで H2A ロケット24号機打ち上げ生中継種子島ということで、この中継に関しては、NVS という、ロケットの打ち上げとか科学イベントを、中継している団体が行っています。はい、 X-60分になりました。あと1時間で打ち上げです。カウントが止まっていないということは、今まで
これまで順調に作業が進められて準備が、できているということになります。はい、解説に関する注意点、まあ一般人が、ホームページとか資料を見て、作成している放送です。間違いとかもあると思いますのでご了承ください。はい、今日は、こんなところから中継してます。ここが竹崎展望台と言われているところです。あ、そうですね、ここでちょっと周りをパンしてみましょう。よいしょ。ここが竹崎展望台というところでして、ぐりっと回すとこんな感じで報道の方が今打ち上げの写真とかを撮るために準備をし始めているところです。まだ本気モードじゃないですね。30分ぐらい前になってくるとみんな集まってくるような状況です。種子島の情報です。種子島の、玄関口と言われている西之表港にはですね、こんなポスターが、アニメキャプテンアース、どうやら種子島が舞台で、今放送をしているそうです。私実はまだ見てないんですが、見られる方は、種子島が舞台だそうですので、ぜひ見てやってくださいって、すごい偉そうですよね。すいません、見てみてください。もう一つ、観光情報です。種子島の南側には、南種町というのがあるんですけれども、そこに観光地点表というのが、140個ほど登場しました。ただの、ポイントだったりするのもあるんですが、観光地のところにはですね、こういう、中太くんという町のマスコットの石像が、あります。何個あるのか実はまだ数えたことがないんですが、多分100年ぐらいこれが置きっぱなしになるとお地蔵さんになるのではないかなと、伝承として残るキャラクターにはなるんじゃないかなと思います。結構見事に彫ってあるので、すごい長い時間残るものと思います。はい、で南種町には、毎度、各打ち上げの、衛星に関して、衛星とロケットに関して上りが立つことになってますが、打ち上げ成功をお祈りしますという形で今回も上りが立ってました。また、科学技術館にはですね、第1、2号の応援メッセージを寄せ書きでしましょうというコーナーもあったりします。で、ここからが本題になります。今回打ち上げる衛星、ペイロードという、荷物という意味ですね、になりますが、主衛星として、陸域観測技術衛星2号、第1、2号が、上がります。で、それに加えて、副衛星として、東北大学のライジング2、ライジン2号、和歌山の、ユニフォーム1、AES 社の、ソクラテス、日本大学の、SPR-ORT という衛星が4つ上がります。まず主衛星に関して、第1、2号ですね。はい。大きさがだいたい、太陽電池パドルを広げて、10メートル、と、あ、縦10メートル、横 16.5 メートル、高さが 3.7 メートルの衛星になります。で、はい、こうやってここでは時折カウントダウンの音声が随時入ります。だいたい10分ぐらい前になるとターミナルカウントダウン
の、最終が始まりまして、そこから先はカウントが鳴りっぱなしなので、そこまでに解説などなどが、終わるように進めます。はい、で重量が、2100キロ、ちょっと軽めとなってます。で高度が628キロ、軌道傾斜角、これは、赤道との、角度なんですが、だいたい直行する角度ですので、まあ、地球を、南北に回る軌道に入ります。発生電力が5300ワットで、やることに関してはですね、陸域の定期的な観測、あと国内外の、災害発生時の迅速な広域観測、あとは国土管理とか、資源管理などに使われます。はい、でこちらの写真が、ロケットに搭載される前の、第1、2号の形で、先ほどの図と比べて、パドルが折りたたまれていて、下のレーダーも折りたたまれている状態で、台座に乗っているところです。でどんなふうに観測をするのかといいますと、陸域を観測するために、レーダーを使って、地上を見ることになります。で先ほども触れましたが、特に災害の監視、地震が起きた時の、地殻のずれとか、あとは、水害にあった時の流出範囲とか、水に浸かってしまった範囲、あとは土砂災害、どこが崖崩れ、土砂崩れが起きたのかなどが分かります。地球観測体制、地球環境観測としては、森林の状況が特によくわかる形になっていて、アマゾンの、森林の減少具合とかっていうのは、この第1と第1、2号が、得意とする、部分でした。で、電波を照射して観測をするために、雲を突き抜けてくれるので、天候に関係なく、地表が観測できます。また、昼とか夜の影響はありません。普通の光学、観測ですと、まあ、昼間しか見ることができませんが、こちらは夜でも見ることができます。はい、でこれが、右側の写真が、そうですね、衛星の下側に、畳みたいにあるのが、パルサーと呼ばれているレーダーの部分になってまして、で右側が折りたたまれている状態での、レーダーになってます。でこれを拡大しますと、だいたい約1000個ぐらいの小さなアンテナの集合体になっていて、ちょっと専門的に言いますと、フェイズドアレイレーダーという、単語がありますが、よくイージス艦とかに乗ってるやつですね。小さなアンテナを、うまく制御しますと、まあ、アンテナの向きを、変えずに、電波を右左どっちに向けるかというのをコントロールすることができる、特徴があります。で、第1、2号では L バンド、周波数でいうと 1.2 ギガというものを使ってます。で、ここで動画、JAXA さんの動画をちょっとお借りしたので使います。ちょっと解像度が弱いんですが、ご了承ください。実際打ち上がるとこんな風に観測しますという状況です。こうやって、レーダーで
電波を照射して戻ってくるのも同じアンテナで受ける形になります。で、照射したのを組み合わせてあげると、こういうふうな、画像が撮れるということになります。で、さっきの言っていたフェイズドアレイレーダーの特性を利用して、電波の照射方向を変えて一気に広範囲に観測をすることもできます。ただしこの場合は解像度、分解能が下がってしまいますが、一気に広くの範囲を観測したいときはこういう使い方もできるそうです。はい、次がスポットライトモードと言われて、特に、集中的に観測したい部分にピンポイントで、電波を当てることによって、だいたい解像度が、3メートルとか 3メートル1メートルだっけな、そのぐらいの、綺麗な映像が撮れるモードというのがあります。まだスポットモードかな。ちょっと画面が見えないんですね。はい、スポットモードですとこんなぐらいの解像度で見れますというサンプルです。はい、で第一2号はですね、頭に衛星パラボラアンテナを1個持ってまして、世界中で、観測したデータって結構膨大になるので、静止軌道上にある、データ中継衛星こだまというもの と、やり取りをして、軌道600キロにある、第1、2号から3万6千キロのこだまに向けてデータを1回送ってあげて、地上に降ろすという運用をします。そういうことで、結構データを下ろすということ、データを衛星から取得するというのは、こだまというデータ中継衛星があると結構はかどるということになりますね。はい、続いて、はい、続いて H2A24 号機について、今回打ち上がる H2A は、202型と呼ばれている標準型と呼ばれているものになります。ロケットの、右と左に白い SRBA という固体ロケットブースターが2つついていて、衛星のフェアリングが、ロケットと同じ幅の直径の4メートルのものを使っているタイプです。一番標準型と呼ばれているものですね。で、1段目に、LE7A という液体酸素と液体水素の、ロケットエンジンがついてまして、で、真ん中の黒い部分より上が2段目になります。で、そこに、LE5B という2段目のエンジンがついている、2段式の、ロケットになります。はい、これも JAXA さんの写真で、昨日の、機体移動の時の写真になります。あ、ここ削ったんだけど、あるわ、どうしよう。はい、で、ちょっとじゃあこれ飛ばそうと思ってたんですが抜き忘れていたので説明します。H2A のこの機体の本体部分っていうのは、愛知県の、飛島工場というところで、
最終的に組み立てられて種子島に運ばれます。で、ここをテロップ入れるの忘れてしまって申し訳ないんですが、ですね、この地図は種子島の南に位置する地図になりまして、左の上側が島間港と呼ばれている港になってまして、右下の方が宇宙センターになっています。こちら宇宙センターの方は、大きな港が遠浅って言って水深が深いところがないので大きな港がないんですね。ですので、まあ、西側にある島間港に、先ほどの機体を、船で運びまして、そこから移動をします。はい。で、そうしまして、先ほどの VAB と呼ばれるところと衛星組み立て棟というところで、第1、2号が、組み合わせられまして、これがフェアリングの中に入れようとしているところの写真です。はい。で、続きまして小型衛星の紹介もやろうかなと思います。今回4個小型衛星が乗ってまして、1つ目が東北大学の超小型地球観測衛星ライジン2といいものです。大きさがだいたい50センチ四方、重さもだいたい50キロに近い43キロという重さになります。で、最近は小さい衛星でも、いろいろな科学観測をやってみようとか、大きな衛星ではできない技術実証をするための、衛星というのも上がるようになってきていまして、でこのライジン2では、地球の撮影を先ほど分解能で言いますと5メートルのものが見える、レベルでやろうとしています。でその他に、機体制御を精密にやろうとしている高精度三軸姿勢制御、あとは積乱雲を撮ってみたり、ライジン2のネーミングにもなっている、高高度の放電、雷ですね、雷とか、あと雷を宇宙空間の方に飛ばすスプライトと呼ばれているものを観測する衛星になっています。でこういうふうに5個、小さな衛星ですけど5個もカメラが乗っていて、50センチの衛星なのに口径10センチの、望遠鏡がついていたり、かなり、チャレンジングなことをやっています。はい。続きまして和歌山大学、ユニフォーム1号機こちらも50センチ四方の、キューブ型、重さも50キロになっています。でこちらはですね、森林火災を検知する、衛星となってまして、でもう一つは、新興国を含めた宇宙開発の教育目的としまして、ベトナムとかブラジル、タイなどと協力して、この衛星の、まあ、運用をやったりすることになっているそうです。はい。もう一つ、株式会社 AES、この会社さんは筑波にある、衛星の部品を、検査したり、とかそういう衛星関係の会社さんなんですけれども、こちらもですね、だいたい50センチ、50センチ、44センチ、重さも48キロの衛星になってまして、こちらは技術、開発になってますね。この50センチクラスの小型衛星の標準バス、
まあ、基本機能を、ちゃんと動くかっていうのを、実証しようということになってます。で、また、ベッド機器として、先進的ミッションとして、NICT という研究所の、ミッション機器と、JAXA の、超小型地球センサーというものを載せて、実証試験をやるそうです。はい、最後の衛星です。日本大学、すいません、読み方を教わらなかったのが私の落ち度なんですが、SPROUT という衛星です。サイズが、こちらはちょっと小ぶりの21センチ、22センチ、重量が 7.1 キロと、ちょっと小さめの衛星です。これが10センチ角になるとキューブサットと呼ばれる、ものになるんですが、それより、一回り大きい形の衛星ですね。で、こちら結構面白いことを やろうとしていて、複合膜面の、構造展開をしてみましょうというのが、第一にあります。あとは姿勢制御とか、アマチュア無線化との衛星運用をやってみましょうとかいうのもありますし、あと地域交流などの活動にもつなげたいということです。はい。で、膜展開というのをどういうことになるかといいますと、衛星の中に膜面が折りたたまられていまして、で、とですね、窒素ガスを使って、チューブにガスを入れます。そうしますと、軌道上で、こういう感じに一辺が、150センチですね。150センチの、膜面が展開します。で、軌道上で膜面を展開するとどうなるかと言いますと、一応地球の軌道、ほぼ真空に近いんですけれど、600キロの部分高度でも若干やっぱり、いろんな分子が飛んでたりとかするので、空気抵抗というか抵抗を受けるんですね。で、膜面を展開すると、その抵抗を受ける量が増えるので、落下するスピードが速くなるとかそういう、状況になります。で、こういう膜面を使ってで、どういう挙動をするのかっていうのを実証することになります。で、さらに進みます と、もう4年前ですけれども、ソーラー電力セール、衛星イカロスというものが打ち上がりましたが、あれも大きな膜面を使って、まあ、多義用光をで推進しようという、衛星がありました。そういう、ソーラーセールという技術にも今後つながってくる、技術開発と実証になってくると思います。はい。で、すいません、今日 VTR がうまく出せないんですが、H2A24 号機は昨日の23時に機体移動が行われました。その、まあ、13時間前に、建物から射点にロケットが移動しまして、今の状況となります。はい。で、打ち上げのタイミング、これは今も変わってません。12時5分14秒を予定しております。今はちょうど11時半になろうとしているので、あと35分というところですね。で、何かちょっとしたトラブルがあった場合でも、12時19分までは、打ち上げることが可能です。はい。で、細かくは読み上げませんが、打ち上げシーケンスになります。ごめんなさい。X-35 分。衛星分離のところを GPM と書き間違ってますね。
すいません、ここ第1、2号と読み替えてください。数字は合ってます。15分42秒で、衛星分離になります。打ち上げをしてからおよそ15分後に、衛星分離となります。そうしますと、第1、2号の、打ち上げは成功。で、最終的に4つの副衛星が分離するのが、37分後となっています。ここまで、分離が全部きちんとうまくいきますと、完全にミッションコンプリートという形になります。ちょっと見づらいですが、こんな軌道を今回通ります。フィリピンの横を抜けていく感じの、極軌道に乗せる、ルートです。南に向、種子島から見ると、はじめちょっと東に、方針を取るんですけれども、その後、南に向けて、軌道を取ります。だいたいフィリピンとインドネシアのあたりで、第1、2号が分離されます。で、その後、オーストラリアから南極に当たりまして、副衛星が、分離されていくことになります。はい。ちょっともう少しで終わるので、もうお待ちください。で、極軌道って何ですかっていうところになります。南に向かって飛ばすことになるんですけれども、第1、2号は、陸域をの述べなく観測したいという目的でこの軌道を取ります。で、ちょっと見づらいかもしれませんが、どういうことかと言いますと、12時に打ち上げるというのは、時間がとても重要です。第1、2号は、だいたい12時、地上がだいたい12時の、時に、衛星がやってくるように、軌道をとってまして、で、これが、ずっと続くような軌道になっています。時間を進めます。今動かしました。地球も自転をしているんですが、第1、2号がぐるっと回ってくるとき、真下のだいたい時間が12時になるんですね。で、この、時間のときに定期的に観測をできるような、軌道をとってます。これは必ず12時です。これ地球をぐるっと回すと日照の位置とかも変えることができるんですけれども、はい、実況されてますか？はい、してますが、喋らない時間を作った方がいいですか？何時ですか？12時、分かりました。ターミナルカウントダウンといって10分前からもうほとんど喋りません。あ、そうですか。はい、あ、分かりました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、入りありがとうございます。いいえ、全然。はい、12時から NHK さんが多分中継をするので喋らんといてということになりますが、もう私はその時間にはもう喋っていないので大丈夫ということになりました。いや、これはいつもなんですよ。いつも喋らないの。だいたい10分前から、ずっとカウントダウンのアナウンスが、流れることになってるんで、それは、私の声よりも、X- 何分というのを常々聞いていた方が楽しいと思いますので、そういう理由です。X-30 分。
方向を回してみましたが、日照の当たらない部分が夜で、日照の当たっている部分が昼ということになりますが、必ず、エーロス第1、2号が来るときは、日向の方は12時、反対側を向きますと真夜中の12時、そこの領域を観測する、コースを取っています。これはずっとこういう軌道なので、運用中は12時と昼の12時と夜の12時、常々こういう軌道を取っています。はい、じゃあ、長かったんですがパワーポイントも終わりです。もう 24H2A ロケットに関しては24回目の打ち上げです。かなり安定してきている、ロケットだと思って、私も思ってまして、ほぼ天候以外で、打ち上げが延期するということはなくなりました。でしかもこの最近天候も結構恵まれている時が多いような印象を受けますので、定時運用が、結構決まってきているような感じですね。という形で、打ち上げまでもう30分を切りました。28分です。はい、じゃあちょっと拙いパワーポイントでしたが、こんな感じの解説でございました。揺れるな。はい、状況、見た目の状況はほぼ変わらず、今も燃料が随時充填されていて、白い煙が上がっているのが分かると思います。常に、燃料が蒸発していくので、少しずつ補充をして、タンクがいつも満タンになっているような状況 を保っています。天候も風もほぼなく、相変わらずいい天気です。あ、ごめんなさい、ちょっと今カメラのボタン間違えてましたね。はい、こんな感じで、白い煙を未だに、今も出し続けています。状況はほぼ変わらないですね。はい、そうしまして、よいしょ、カウントダウンクロックを見ると、25分、残り25分となってます。で、種子島宇宙センターの、敷地内はかなり、きれいでして、こちらにあるのが先代の H2A ロケットの模型です。実物大の模型が、展示されています。で、バスツアーとかに参加しますと、打ち上がらなかった H2 ロケットの、本物がある場所もありまして、それはちょっと離れている場所なんですが、バスツアーに参加するとそれも見ることができます。
昨日の夜23時の、北移動の放送を見ていただいた方は昼になって分かりやすくなったと思うんですけれども、左の、VAB と呼ばれている、大型ロケット組み立て棟というところから、今ロケットがいる、LP1、発射台なんだっけ、ランチポイント1ですね、発射台、発射点1番、正式名称をちょっとど忘れちゃった、に向かって、だいたい30分ぐらい、20分から30分ぐらいかけて、昨日の夜移動が行われました。で、移動が終わった後に、もろもろ点検をしまして、燃料を入れます。となると、種子島宇宙センターが 3km の規制と規制がかかりまして、3キロ以内は入れなくなります。誰もで、ここの竹崎官房台というところはだいたい 3.6 キロぐらい離れている場所です。もう一つ、一般の見学の方はですね、今までは公式の打ち上げの見学場所って言いますと、ロケットの、西側、だいたい5キロちょっとの距離に位置する長谷公園というところから皆さん見ていたんですけれども、今回新しく、エビの湯と呼ばれていた、まあ、非公認の見学場所が、町の整備が入りまして公式の見学場所になりました。でそっちがですね、ここより実は近くてですね、距離がだいたい 3.2 キロほぼ3キロのところにあります。ですのでここより、500メートルほど近いところから見ることができるようになりましたので、もし見学に来る際はそのエビの湯の、公式の見学所っていうのを、おすすめしたいなと思います。やっぱり距離が近いとかなり音の迫力が違いますので、近くで聞く大音響というのはなかなか良いものです。はい、残り20分になろうとしています。 T-20分40秒、だいたいだんだん報道陣の方も増えてきたので少し報道席のカメラ群とかをちょっと回してみますね。はい、残り20分です。で、ここの展望台の暗黙のルールというか、なんか長年の慣習によりまして、左側がテレビ関係で、右側が、新聞関係となってます。さすがに皆さん、
いいレンズを持っております。すごいなというふうに、毎回ここに来ると思うんですけど、やっぱりちょっとカメラがずれるな。ちょっとカメラの調整をしています。すいません。なもうか。はい。今、そうですね、コメントをちらっと見てましたが、まあ、報道はある意味いい場所で見れている特権がございます。私もここに参加させてもらっていて、まあ、イレギュラーな形ではあるんですが、毎回ここからやらせてもらっているのは結構いいことかなと思ってますが、またでもいわゆる、先ほど言ってたエビの湯のところから、宿のおっちゃんとかと見るとか、いろんな ご家族のみんなと見るというのもかなり面白い経験なの、毎回楽しみにそれをしていたので、結構観客と一緒に見るというのはかなり良いものです。ここはですね、打ち上がると拍手ではなくてシャッター音がパシャパシャパシャっと来るのがほとんどなので、ある意味変わっているという、言い方ができるかなと思います。だいたい打ち上がるとみんなわーとか拍手を、一般の方はするんですけれども、ここはシャッターで拍手をするような感じの雰囲気がございます。はい、なんだかんだこういうおしゃべりをしているうちにもう15分前になりそうです。シーケンスです と X-10 分、ですので55分ぐらいに、X-10 分10分の、ターミナルカウントダウンが始まりまして、480秒前、8分前ですね、8分前から秒読みが開始されます。そうなりますともう私は喋りません。あとそれまでにちょっと他のカメラの設定をするので少し、
抜けます、各カメラの設定をしてまいりますので、この画面をご覧ください。We would like to inform you of our final go-no-go decision. 現在、各系ともロケット打ち上げの最終作業を実施中です。また、警戒区域の安全が確認されており、気象条件も打ち上げに支障のないことが確認されました。All systems are now in final operations. All safety measures were confirmed in the restricted areas. Also, the weather conditions were examined and confirmed. 従いまして、陸域観測技術衛星2号、第12号と小アタック衛星4機を搭載した H2A ロケット24号機の打ち上げを本日日本時間の12時05分14秒に実施します。As a result, we are to launch the H2A launch vehicle number 24 Advanced Manned Observing Satellite 2 or the Daiichi 2 and 4 secondary satellites on board at 12:05:14 p.m. Japan Standard Time today.
種子島宇宙センター滝崎総合司令塔から H2A ロケット24号機の打ち上げ状況をお伝えしております。 This is a live report of the H2A launch vehicle number 24 launch from the 竹崎 Launch Control Center at the 種子島 Space Center。 まもなく打ち上げられる機体は関係者による最終的な確認作業が続けられており、現在のところ全て順調との報告を受けています。According to the launch site operators, they are now performing the final checks, which are all progressing well. 第1、2号と4機の小型衛星を搭載した H2A ロケット24号機は、本日午前2時半頃からターミナルカウントダウン作業を開始し、現在はその最終段階にあります。The terminal countdown operations started at around 2:30 a.m. today for the H2A24.With the Daiichi 2 and 4 secondary payloads on board, and we are now in a very final stage. 打ち上げ8分前より打ち上げに向けた秒読みが開始されます。The final terminal countdown will start at 8 minutes prior to launch. はい、ここからもうほとんど喋りません。マイクも、打ち上げのレベルに合わせた、ちょっと音を下げる形にしております。あとガンマイクだったので、私の方向ではなくて射程の方向を向けるので、ほとんど私の声は入らなくなると思ってください。480打ち上げ8分前です。打ち上げに向けた秒読みが開始されました。 It's 8 minutes to launch. The final terminal countdown starts. 470種子島宇宙センター滝崎総合司令塔からH2A ロケット24号機の打ち上げ状況をお伝えしております。 This is live report from H2A24 また警戒区域の安全は確認されています。 All systems are now in final operation. All safety measures are confirmed in the restricted area. 44089、88、87、86、85、84、83、82、
24号機は平成26年5月24日12時26分14秒に発射完了いたしました。
雲に溶けていきました。ガスが結構多くていますね。SRBA の調子病はもうほとんど普段でもかからない状況で、今の状況ですと、はい、初め東に向かいましたが、もうどんどん南に向かって飛行を続けているところです。約 182km、秒速約 1.91km です。
flight goes very smoothly. Current altitude is about 182 kilometers. Velocity is approximately 1.91 kilometers per second.1段エンジン燃焼停止。 First stage engine cut off. はい、1段目の、ね、エンジンが停止しました。第2段分離。 First and second stage in separation. Second stage engine ignition.はい、順調そうですね。第一の衛星分離をめどに、リプレイができるようにちょっと準備をします。はい、報道の方はもう映像素材を持って多分中継車とかそういうところにダッシュしている状況です。私はのんびりしていますが、報道さんはこういう時は素材を持って、すぐ配信しに行くという作業がありますので、ネットで生中継の利点は8分が経過しました。 It's 8 minutes after liftoff. はい、こういうところでございます。第2段エンジンの燃焼は正常、制御系、飛行経路も正常です。現在の高度は約 415km、 秒速約 3.28km です。 The second stage engine combustion attitude control and flight trajectory are all normal. Current altitude is about 415km. Velocity is about 3.28km per second.The flight goes very smoothly. はい、予定では、15分42秒で、第1、2号の分離です。あと5分ちょっとですね。約10分が経過しました。It's about 10 minutes after liftoff.
飛行しています。The flight is progressing smoothly. エンジンの燃焼は正常。制御系、飛行経路も正常であり、ロケットは現在安定した飛行を続けております。現在の高度は約 543km、秒速約 4.18km です。The second stage engine combustion attitude control and flight trajectory are all normal. The flight goes very smoothly. Current altitude is about 543km. Velocity is about 4.18km per second.打ち上げ後、約12分が経過しました。It's about 12 minutes after liftoff. ロケットは順調に飛行しています。The flight is progressing smoothly. あと4分弱で分離です。打ち上げ後、13分が経過しました。It's 13 minutes after liftoff.第2段エンジンの燃焼は正常。制御系、飛行経路も正常であり、ロケットは現在安定した飛行を続けております。現在の高度は約 620km。秒速約 6.04km です。The second stage engine combustion attitude control and flight trajectory are all normal. The flight goes very smoothly. Current altitude is about 620km. Velocity is about 6.04km per second.It's 14 minutes after liftoff.第2段エンジン燃焼停止。セカンドステージエンジンカラー。ロケットは現在、完成飛行を続けています。
JAXA 放送さんですと分離の瞬間が見れるかもしれません。見窓の人はそちらも注目してください。はい、主衛星の分離は無事成功しました、あとはですね、打ち上げ後24分から、37分にかけて、4つの小型衛星が、分離されていきます。はい、じゃあちょっとリプレイを順次いきたいと思います。ちょっこりお待ちください。どうやろうかな。
Thank you.
信。ロケットは現在初期方位角を100度とし、東南東方向の太平洋上に飛行しています。H2A is now flying over the Pacific Ocean to the southeast with its initial flight angle of 100 degrees. 打ち上げ後、約1分が経過しました。It's about 1 minute after liftoff. ロケットは正常に飛行中であり、種子島の各地上機局は正常にロケットの追尾を行っています。The H2A is flying over and the はい、リプレイの途中ですけれども、24分を超えましたので、ライジング2からもう分離が始まり始めているところです。37分まで、4つですので、今ライジン2が24分で分離されまして、次がユニフォーム1が28分で分離されます。現在は打ち上げが26分になりました。 SRT の発射終了。 16A ブーナー、17、18、19、120。これはい、任せてます。これはちょっと音がパソコンから出しているので、すいません、音がちっちゃいです。ちょっと無理かな。ハイスピードカメラなんですが、ない。オイラかな。これはハイスピードカメラで撮影した映像です。そろそろ打ち上がると思うんですが、しばらくお待ちください。
はい、そうこうしているうちにもう30分を超えましたので、28分48秒にユニフォーム1が、分離されているはずです。あと小型衛星は2つ、32分と37分に分離されます。現在は打ち上げから、30分40秒が経過しています。はい、ここで、筑波の、家猫さんが見ていればいいかな、今日の朝10時に、筑波宇宙センターの、第1、2号の管制室が、報道向けに公開されたようです。その映像を、お届けすることができるようなので、1回、種子島からの通信を切りまして筑波に切り替えようと思います。大丈夫かな？